おはようございます。清美です。本日も毎朝の連続パイロットブログクルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、いよいよタキシングから離陸というところで、ようやくフライトまで来たかという感じもあると思いますけれども、やっていきたいと思います。ということで、まずはですね、タキシングのパートからスタートしていきたいのと、今日もちょっと長めの動画になると思いますので、最後までじっくりとお付き合いいただければと思います。ということで、早速やっていきましょう。 さあ、ということで、いよいよタキシングの方をしていくわけですけれども、タキシングの時のチェックポイントっていうのをそれぞれ見ていきたいと思います。まずはですね、周りに邪魔なものがないかというところですね。トーカーだったりとか、あとはグランドの車両だったりとか、そういったものがないかというのをしっかりと確認します。次にノーズホイールステアリングということで、こちらをアームドポジションの方にセットします。 それからオーバーヘッドパネルの方を見ていただいてタキシーライトですねこちらの方をオンにしますそれからパーキングブレーキをリリースしていよいよタキシングをスタートするんですけれどもタキシングの一番最初のところですねブレーキがしっかりと動作するかっていうところですね確認していきたいのでパーキングブレーキをリリースした後ですね N1 の値今21%ぐらいになっていますけれども こちらをおよそ30%くらいまで開けてあげて、機体が動き出したところで軽くこうブレーキを踏んでですね、しっかりと止まることを確認してから進み出すというところで、最初のブレーキのチェックを忘れずに行ってください。またこちらの機体ですね、タキシングはストレートラインではおよそ30ノットまで、コーナーのところでは10ノット以下というところでコントロールして、ランウェイの方まで機体を進めていくということになってきます。 この段階で本来であればですね、タキシチェックリストなども並行して行うんですけれども、最低限のチェックポイントとしては今紹介しているところという形ですね。これまでの部分でも同様でしたけれども、もし細かいところですね、チェックリストまですべて網羅してやっていきたいというような方はですね、EFB の方のチェックリストですね、こちらの方からタキシングの方を選択していただいて、 チェックしていただければというふうに思います。ということで、引き続きタキシングの方をしていきましょう。 はい、ということで、滑走の前まで来たところで、一旦停止して、パーキングブレーキの方をセットしましょう。ここでですね、最後ですね、先ほど紹介しましたけれども、タキシーチェックリストをやられている場合は、すべてですね、項目が完了していることを見ていただければと思います。あ続けてですね、リリーク前の確認というところで見ていきたいと思いますけれども、まずはですね、 ND のレンジのアジャストっていうことで、こちらはですね、出発前の確認でもしているんですけれども、今一度ですね、離陸の時に最適なレンジっていうので調整をかけておきます。調整するのは左側のパネルですね。フォーマットとレンジというところで、この2段階の先の方のノブですね、こちらの方をくるくる回すと ND のレンジを変更することができるので、こちらの方で選択しておくというところですね。 それからセンターペディスタルの方に目を向けていただいて、こちらですね、ATC のセレクターをスタンバイから1番の方に切り替えます。そうすると ND の方で先ほどまでは TCAS がオフという風になっていたのが TA オンリーモードということでトラフィックアドバイザリーが有効になったことが確認できると思います。それから最後に ECAS の方に目を向けていただいて、 メッセージですね。コーションだったりとか、ワーニングが出ていないかというところを確認しておきましょう。以上で離陸前の設定っていうところは完了ですね。それからセンターペディスタルでもう一点。ウェザーレーダーですね。こちらの方は、その時々に応じて、必要に応じてですね、オンオフっていうのを切り替えていただければいいんですけれども、今回はウェザーモードの方に入れておきたいと思います。 また細かいところですね。原因だったりとかチルトっていうところは、また別の機会に紹介したいと思いますけれども、簡単に言うとウェザーレーダーの強さだったりとか、もしくはそのレーダーを照射する角度ですね。そういったところをコントロールできるんですけれども、これはまた別の機会にということにしたいと思います。続けてこの段階でですね、滑走路の方に入っていくんですけれども、リアルの世界ではこの段階で、 操縦士の方がですね抵抗作業としてやってくれるところを先にですねやっておきたいと思います本来であれば滑走路に入るタイミングでやる内容ということで少し前後しますけれども先に聞いていただければというふうに思いますまずはですねストロボライトの方をオンにしますそれからランディングライトをオンですねあとはですねタキシングして入っていくというところで ラーメンウェイの方にですね、入っていくんですけれども、この段階でですね、スロットルの横のボタンですね、こちらの方をですね、一回プッシュしてください。そうするとフライトディレクターが立ち上がって、TO、TO モードっていうところですね、この緑の表示になっていることが確認できると思います。これで離陸の準備がすべて整ったという感じですね。この後、いよいよフライトの方を始めていくということになってきます。 さあということで、いよいよですね、離陸の方をしていきたいと思います。えー、離陸するときにはですね、まずは、えー、スタビライズを確認してからですね、3つのディテントがありますけれども、こちらですね、クライム・いうガ・マックスパワーというふうになっているうちの真ん中ですね、トゥガーモードの方で上がっていきます。なので、エアバスと同一だと一番奥まで押し込むような、そういった印象ですけれども、 CRJ の場合は真ん中のポジションで離陸というところですねまた離陸時に注意したいのは他の機体同様にですね80ノットまではヨークをダウンポジションですねそこから徐々にニュートラルに戻してきて V1 で VR を迎えたところで引き起こすというところですねこういった手順でやっていきますのでそれぞれ見ていきたいと思いますまた離陸後ですねちょっと忙しくなるので 先に紹介しておきますけれども、スピードモードとナビゲーションモード、もしくはヘディングモードですね。これらのいずれかっていうのは、離陸直後からプッシュするっていうのが一般的です。CRJ の場合は特にスピードのコントロールっていうところが、他の機体に比べてもですね、細かい設定が必要なようなので、特にスピードを一番最初にプッシュするっていうのは大事だという話ですね。 その後600フィートを超えたところからオートパイロットをエンゲージすることができるので必要に応じて600フィートを超えた段階ですぐエンゲージしてしまうというところです。ということで今日はですねまず離陸した直後はスピードモードとそれからヘディングモードですねこちらを有効にしてランウェイ方向で少し飛んだ後にルートに向けて180度くるっと回ってフライトの方を進めていくという形でやっていきたいと思います。 それでは離陸の方やっていきましょうまずはパーキングブレーキをリリースしておよそ50%ですねパワーを入れてあげますここでエンジンパラメーターが全てグリーンでスタビライズしたことを確認してテュガモードの方に設定しますここで姿勢キープですね80ノットまではこのままの姿勢で進んでいきます 80ノットを迎えたところで徐々にニュートラルポジションに戻して V1 を待っていきましょう V1 で VR ですねここでスムーズにですね機種を上げていってリリックしていきますポジティブレートを確認したところでギアアップですねこの段階でスピードとナビゲーションの方を入れてしまいますヘディングですねこちらの方を入れてしまいます ただ、オートパイロットはまだエンゲージされていないので、このままですね。で、600フィートを超えたところで、オートパイロットをエンゲージします。この時ですね、もうすでに、クライムモードの方にスロットルを移すことができるので、1段階手前の方にですね、スロットルを戻して、クライムモードの方に設定を切り替えます。また続けて、タキシングライトのオフですね。これを忘れずにやっておきましょう。 また、今、スピードがですね、178ノットで固定されていますので、スピードをですね、徐々に徐々に早めて、230ノットまで今日は早めておきたいと思います。また、徐々にですね、高度も上がって、速度も上がってということで、姿勢も安定してきたので、フラップを上げることも同時に忘れずに行っていきましょう。特にこういった機体ですね、1度とか8度とかっていう風に細かく刻まれていますけれども、 基本的に1度を使うことはないので、0か8度かっていうところで、1は飛ばしてですね、もうフラップアップってなれば、8から0に一気に持っていくと、そういった使い方をしていただいて構いません。ということで、倉庫を離しているうちに6000フィートを超えてきたので、ここでですね、ナビゲーションモードの方に切り替えて、本来のルートの方に乗せていきましょう。はい、ということで、フライトの方をですね、続けていますけれども、この後ですね、 トランジションアルトを迎えてコード規制値を切り替えるのを前にですねクロスフローのオートオーバーライトですね離陸の時にマニュアルモードにしていたものをオートポジションの方に切り替えますこれはおおよそですね1万フィートを超えた段階で操作するということのようですそれからですね今ちょうど1万8000フィートを迎えたところでこのバローというところですねこの下のボリュームノブのところを一旦右クリックでですね選択できるようにして プッシュですねそうするとスタンダードアルトの方に切り替わるのでこれで OK ということになってきますまた高度の方がですね条件になってきたので本来の巡航高度3万1000フィートの方まで上げていきましょうあということで上昇の方ですね続けているんですけれども1点ですね CRJ で注意しておきたいポイントというのを紹介しておきたいと思います CRJ はですね、オートスロットルが一応ついてはいるんですけれども、巡航中も常にコントロールしてくれる、いわゆるファデックと呼ばれるエンジンを全てコントロールしてくれるっていう、そういったシステムは搭載されていないので、一旦ですね、レベルオフしてしまうと、この段階でクライムモードの方が外れてしまいます。なので、今もですね、スピードテープ、かなりリミットに近いところにあると思いますけれども、 こうなった段階でですね、マニュアルの方に切り替えて、自らですね、調整する必要があるということになってきます。ここがちょっと他の機体と違うところで、厄介なところをという部分だと思います。なので、今回ですね、上昇続けていますけれども、一旦ですね、クライムモードの方から外して、マニュアルコントロールですね。こちらで上がっていくという形にしていきたいと思います。 ちなみに先ほどみたいにですね一度レベルオフしてからコードを上げ直すっていうようなことをしない場合はですね巡行コードまで一気に上がってそこでマニュアルモードの方に切り替えて速度を調整するっていうことができるんですけれども一旦レベルオフするとそこでスピードのコントロールがですね切れてしまうということで覚えておいていただければと思いますあそれからあともう1点ですね忘れていましたけれども 先ほど19000フィートで一回レベルオフしたので、アルトホールドモードといって、このアルトのところの横に緑のランプがついているっていう、そういったモードに切り替わっていたんですけれども、こちらのアルトホールドに一回入ってしまうと、バーティカルスピードモードの方に切り替えないとですね、コードが変わらないという形になってしまいますので、そういった場合には、アルトモードにおいて、ターゲットコードを指定した上で、バーティカルスピードモードの方をプッシュして、 この横のですねアップダウンっていうダイヤルを回してあげることによって今副操縦席側の方の EFD でちょっと見えていますけれどもバーティカルスピード2.6度っていうことで上向きの矢印で上昇という形でセットしていきますこれがですね徐々に高度上がってきたので少し角度を下げたいなっていう時にはこういった形で縦の ダイヤルをですね回してあげるとバーティカルスピードを下げたりもしくは上げたりというところでコントロールできるようになってきますということでちょっと余談を話していると高度が結構上がってきたのでシートベルト着用サインですねこちらの方はオフポジションの方にしておきましょう今もうすでに3万フィートぐらい来てしまっていますけれどもおおよそシートベルトサインを外すのは2万フィート前後っていうところが一般的なようですね とというところでクルルージングアルトを迎えたので、このままですねクルーズアルトに到達するのを待って特にレベルオフですね水平姿勢に入った後にこの速度をですねコントロールするっていうのを忘れずに行ってこの後もクルージングの方を続けていきたいと思いますちなみにですねこのスロットルの設定値ですけれどもマニュアルでだいたいどこら辺狙えばいいのかよくわからないっていう場合多いと思いますが こういったときはですね、この N1 の矢印の先に、小さなこの水色のですね、くの字になっているマーカーがあるんですけれども、おおよそここに合わせるとですね、適正値ですよっていう推奨値を示してくれているので、これを一つ参考にやってみていただければと思います。ただし、これも万能ではなくて、結構このスピードテープに近いところになってしまうケースもあるので、そこら辺はマニュアルで細かい塩梅を合わせていくというところで、 あくまでも手動でやるっていうのがベーシックな考え方っていうところを忘れずに取り組んでいただければと思います、はい。ということでですね、今日はタキシングから離陸編っていうところで、ちょっと離陸のところはバタバタでやることが多かったっていうのもあって、情報を整理するの難しい部分もあったと思うんですけれども、もう一度最後に整理しておくと、まず離陸するときですね、スピードのセットは3段階あるディテントのうちの真ん中、トゥガモードに入れて、 スタートしていいくというとうころですね。なのでまず50%スタビライズトゥガモードにセットこれでパワーの設定は完了です次に離陸時はですねヨークをフルダウンのポジションこれで80ノットまで行きますで80ノットを迎えたところから徐々に徐々にニュートラルに戻して V1VR で引き起こしという形ですね で、その後ですね、離陸してからポジティブレートを確認してギアをアップするというところと、あとは同時にですね、ヘディングモード、もしくはナブモードと、それから何よりも大事なスピードモードの方をエンゲージするというところがポイントになってきます。その後、600フィートを超えたところからオートパイロットをエンゲージすることができるので、600フィートを超えたところでオートパイロットをオンにするというところですね。 また1000フィートを超えたところで250ノットがマックスですけれどもそこまでスピードを解放してあげるというところここら辺が離陸直後のポイントというところですねでその後1万フィートまで上がったところでランディングライトをオフにしてクライムスピードとしておよそ290ノットまで加速していきますまたトランジションアルトでバロからスタンダードプレッシャーの方に切り替えるということも忘れずに行ってください それから最後にクルージングアルトに到着したところで、スロットローですね、マニュアルポジションの方に切り替えて、手動でですね、速度をコントロールするということで、今のがおおよそのですね、流れになってきますけれども、ポイントを一つずつ押さえながらですね、フライトの方を取り組んでいただければと思います。ということで、今日もちょっと長めになりましたけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。 《それで》は